いやビーチャー最近さ、はいはい、この間ほら女優の牧陽子さんがさ、牧陽子さんどうした、ね、この番組見てくれてるとかって言ってくれてるって言ったじゃない。嬉しいよね。この間ね、浜辺美波ちゃんも上田さん太田上田見てますって言って、今をときめく。どうした浜辺美波ちゃん。浜辺美波ちゃんピンときてねえのかよ。浜辺美波ちゃん超売れっ子だよ。ドラマとか映画の主人公の。嬉しいね。嬉しい。浜辺美波ちゃんも、本当ですか、見てますって言ってくれて。じゃあぜひね、いやいや来てって言ったのよ、うん、だから来て、はい、ありがとうございますって言ってたよ。お、上手。いやだからひょっとしたらスケジュールが合えば来てくれるかもしれない。これ予算大丈夫なのこの番組。いやでも大丈夫だから、その予算を作るために今日はチープな予算の人を呼んだのかもしれない。なるほどなるほど。そういうことだな。どうぞでもなるよ。それ帳尻合わせだ。そうそうそう、帳尻合わせね、うん、ということで、まあ、今回ね2年ぶり4度目ですか、今年芸歴30年目に突入した太田上田ファミリー。ファミリーの意識はあるのっていうか、ファミリーって誰なのね。太田上田ファミリーは太田と上田だけだよね。確かにね。がね、久しぶりに来てくれました、この方です。ちょっと、ちょっと、ちょっと、いやいや、だからさ、基本だよね、タレントの、ね、カメラにケツを向けない。小沢誠二がお前出たいきなり。本当なのよ。出たじゃない。早いよ。世界の俺マジでね、早いわ。早いよ。その例えはね、4つ目よ。しかも今お酒がね、ちょっとあれだからっていうことで、もう加味して加味してるぞ。加味してない。加味して。ただ客席にケツ向けてるっていうだけで来てる。あんなパッて言ったくせに、浜辺美波ちゃんも最近知ったでしょ、絶対。浜辺美波ちゃん何回か会ってるから。浜辺美波ちゃん、分かった分かった。浜辺美波ちゃん、今一番輝いてる女優さん、ね、見てくれてんだって。だって YouTube でこれやってから、うん、とてつもなくない。そうなんだ、確かにそうなんだよ、ね、YouTuber なの俺たち。いやでも、いや本当そうかもしんない。あのだから YouTuber、ミーチューバーみたいなことだよね。それも加味してね。それも加味して、そう、全部加味したよ。なんもう加味した、加味したもん勝ちなんだから。加味したもん勝ちなんだから。どういうことだよ、加味したもん勝ちって。いや本当、僕マジで俺 YouTube で立ち上げて、まず太田上田新作だったらまず見て、普段から。いやなんかね、こいつ褒めてくれるのなんか、この番組の YouTube の作り方がうまいうまい。へえ。だって他のテレビ番組がやってる YouTube 系ってさ、言っても8000とか、うん、あ、そうなの？1万とか。そうなんだ。こっちも何十万もいくじゃない普通に。理由はね、面白いのよ。これマジで。もう神したって神したって。俺らさほど神してない。もうガブガブなの。もうガブガブ。ガブガブ。いや、ガバガバ。ガバガバじゃないよね。まあ、待って。ね、一回待ちなさいよ、ガバガバ系、待って。いや、本当面白いです。あ、そう、嬉しいね。今何万人ぐらいなの？35。35億。いやいやいや、これでしょ、ブルゾンでしょ、ね、本人がもう控えてんだから。本人が控えてるのにさ、側がいっぱいっちゃダメでしょ。側側じゃんか、あっちはもう中だから。側ってな、あんたが側なのよ。ブルゾンが中よ、あんた側だからね。ね、側がやっちゃダメだよ。ねえ、ねえ、なんで好評でない店をチェーン展開しようとしてんの。ね、潰せよあの店。お前とか2店舗目3店舗目出そうとしてるけど、1店舗目が売れてねえんだよ。路面店出しちゃうから、俺路面店行っちゃうから。売れてねえ、商売上手だから。商売上手、原宿の路面店行っちゃうから。確かにそれはあるかもしれない、うん、花澤さんの、あれ花澤だよ、花澤さんだよ、花澤香菜ちゃんね。花澤香菜ちゃんが、うん、あんな普通にやんないんですよ普通は。あれ、 あれはあの子は YouTube を見て好き、うん、ファンになってくれた。しかもほらそんなにさ詳しくないから面白いよね、またね。こいつなんかエータ知らないんだから。何、エートだ、エートだ。何にも知らないんだからって思う。何にも知らないんだから。俺出会ったばっかの頃、俺ビーズの真ん中の人っつったからね、これ。ビーズの真ん中があって、しかもまあ俺好きなんだよねとか、ダッシュかと。ビーズのダッシュかと。ね、すっげえ覚えてるもん。3人組だと思ってたのビーズ。ね、それ今2人になったんだよね。違う。ドリカムと違うから。ドリカムと違う。そうだよ。久々だよな今回な。2年ぶり。しょっちゅう来てたイメージあるけど。まあだって小坂も忙しいもん。忙しい。いや子供ですよ子供。あ、子供ができたの。子供がまたもう一人目が。
生まれたんで。え、その子供が産んだの？いや、じゃあ俺もうじじいじゃないですか、そんな。早すぎるでしょ。カマキリじゃないんだから、そんな。ワンツーで生まれるなんて。ポンドポンなんてなかなかないでしょ。なん要素ないじゃん、俺。こうもやってないし、こうもやってないでしょ。カマキリだったら食われちゃってるもんね。いや、メスの方にね。でも俺こうやってないから。いや、うちの奥さんこうやってばかり。いや、違う違う。じゃあだから。いやね、もう広げすぎなのよ。ピザが油取り紙ぐらいの薄さになってる。もう広げすぎて。うまいね。うまいねじゃない。ほんとここにずっと来たかったんですよ。なかなかタイミングなかったですけど。お前が忙しかったってことか。だから今がいろんな自分のスタジオを作ったりとか、子供もできたし。そう、さっき聞いたよ、スタジオ作ったの。スタジオ1階、自分家の1階を配信スタジオにしちゃった。すごいんだよ、小坂家。俺も1階だけチラッとちょっと寄ったんだけどさ、ほんとにお前こんな立派なの作ったのって感じ。ガチで作ってすごい金かかるじゃん、それだったら。かかるよ。だからもうね、ピコ太郎が一生懸命頑張って稼いだ金もう全部つぎ込んでボンって、ね、すごい思い切ったね。貧乏人数今だからもうゾンドンドンって投げたんで。もう何を投げたの？金をそのままそのままドンっていうふうに金を投げた。どこに？いや別に拾いに行こうとしないでくださいよ、そんな。ピコ太郎が本当に金をパッて持ってドンと投げるはずがないでしょ。そしたら今だって投げたって言ったから。何が？ピコ太郎が、まあ、ピコ太郎が稼いだ金あるじゃんか、うんうん、あの金をもうそのまま自分のスタジオに全部ドンって投げちゃった。カマキリに？カマキリには投げないよ。あ、カマキリも疲れてるかどうか分かんないんだから。そこと繋げちゃうともう全部ダメでしょ。俺 YouTube に乗りたいのよ。俺もう YouTube にいっぱいいっぱい乗りたいの。ああそう、ね、この場合どうしてるんですか？この人この場合どうしてるんですか？いつも無視です。基本無視です。無視してんの？ずっと無視されてない？いろんな人にずっと無視されてるよね。孤独。